松田信弘は、滋賀県草津市出身のプロ野球選手、宇藤右内。福岡ソフトバンクホークス所属。妻は、フリーアナウンサーで、元九州朝日放送アナウンサーの松田入り。1983年5月17日に、滋賀県草津市、八橋町で生まれた。双子の兄と共に、草津市立老城小学校2年生の時に、八橋レモンズで、 南式野球を始めた。中学校では立東ボーイズに入り、公式野球に転校した。兄と共に、中京高等学校に、進学、主に3番、遊撃手で出場し、高校通算61本塁打を記録した。2年次に、第82回全国高等学校野球選手権、大会に出場も、対沖縄県立の派高等学校戦で、延長の末、 自らの悪送球で決勝点を与え、1対2で初戦敗退した。なお高校在学中に松田兄弟を視察した内田敏夫監督によれば、バッティングにしろ、守備にしろ、しなやかさが足らずに硬いところがあった千博氏より、兄の方が評判は良かったという。高校卒業後、千博氏はアジア大学へ進学、兄はトヨタ自動車野球部に所属し、 初めて兄とは別のチームに所属することとなる。大学入学後は、戦術の甲子園での悪送球を見ていた内田監督のそもそも細かなフットワークで美しい守備をするというよりは体力に任せたプレーが目立っていたので、守備で神経をすり減らすことなく、負担が少ないサードを守った方が良いだろうという判断で遊劇手から三流手にコンバートされ、一年春から四番を 任され、東都大学リーグ戦に出場し、同シーズンで3本塁打と力を見せた。同年は、第1回世界大学野球選手権日本、代表メンバーに選出されて5番を務め、3位に貢献した。2003年も2年連続で、第35回日米大学野球選手権、大会日本代表メンバーに選出された。リーグ戦でも、周期だけで、シーズン6本塁打を記録。 井口忠人が持つリーグ通算24本類打の記録更新も期待されていた。しかし3年時に部員の不祥事が発覚しアジア大学は半年間の対外試合禁止の処分を受けた。その結果リーグ戦、入れ替え戦は不戦敗扱いとなりリーグ2部へ降格となったため松田が在籍中の一部復帰は不可能となり記録更新はならなかった。その後、 アジア大学は首相に就任した松田を中心に2005年秋のリーグ2部で優勝し一部へ復帰した。一部リーグでは通算76試合出場、275打数62アンダ打率、225、15本類打、41打点でベストナインを1回獲得した。2部リーグでは通算10試合出場、37打数9アンダ打率、 2434本類が10打点を残した。2005年11月18日に行われた大学生社会人ドラフト会議にて希望入団枠制度により選択され、12月2日に仮契約を行い福岡ソフトバンクホークスに入団した。12月5日に入団会見を行い、背番号は5に決まった。ソフトバンクは チームの若返りを図る方針へ転換し、同年27本塁打を記録した、肖像類種のトニー・バティスタとの契約を1年残して、打ち切り、松田を江川千明と競わせるとし、二類種へのコンバート案も挙げていた。2006年は開幕1軍入りを果たすと、3月25日のパシフィックリーグ開幕戦でスタメン出場。新人野手が1軍の開幕戦に、 スタメンで出場したのは、国母勇気以来チーム12年ぶりだった。同月28日の対西武ライオンズ戦で、ホワシ・カズユキから初安打を記録する。4月22日には、初の本塁打を打つが、6月15日に2軍落ちすると、そのままシーズンを終えた。2007年は前年まで読売ジャイアンツに在籍していた国母勇気がチームに復帰したため、 シーズン前半は出場機会がなかった。しかし2軍で打率331チームトップの9本塁打の高成績を残し多くの故障者を抱えるチーム事情から6月に1軍に昇格しそのまま1軍に定着8月には月間打率3割を記録し200に満たない打数で7本塁打と超打力の変鱗を見せた 2008年は三塁一種のレギュラーに定着。長期の離脱もなくシーズン通して活躍し、打率や本塁打など前年に比べ確実な成長を見せた。6月1日にマーク・クルームがプロ野球記録となる急速時速 162km を記録した時の打者でもある。9月29日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、初回に岩熊久さから本塁打。 これは、同シーズンに、岩隈が、パリーグの選手から打たれた、唯一の本塁打となった。同年10月、九州朝日放送の柴田エリアナウンサーと結婚。2009年9月5日、名古屋球場にて2009年は、秋山浩二新監督体制の目玉の一つとして3番打者に、指名されていたが、開幕戦で1塁へ起塁した際に、右手甲を骨折し離脱。 6月5日のセパ交流戦、広島東洋カープ戦で一軍に復帰し、勢いに乗るチームと共に活躍を見せたが、7月18日の千葉ロッテマリーンズ戦で、唐川優己から支給を受けて、右手首を骨折。46試合の出場に終わった。2010年4月18日の楽天戦で9回裏に、田中正宏からプロイル発のサヨナラ打を打った。 5月4日の対オリックスバファローズ戦で山本翔吾から自身初の満塁本塁打を打った。5月9日に左手首を骨折のため離脱したが6月22日の日本ハム戦で一軍に復帰。7月10日のロッテ戦では普段守らない左翼手として先発出場した。年間で打率こそ255だったが19本塁打、71打点。 17、盗塁と本塁打、打点、盗塁で、自己最高の結果を残し、優勝に貢献した。2011年4月17日の埼玉西武ライオンズ戦で自身初のサヨナラ本塁打を、含む2本塁打を、20日と21日には2試合連続の本塁打を打った。4月は、リーグ2位の4本塁打、同2位のオプス1.014を残した。 7月22日から行われた松田オールスターゲーム2011においてファン投票で初選出された。その後も打撃は好調で松中信彦、国母、アレックス・カブレラが相次いで離脱した9月25日以降は最終戦まで4番を任された。結果的に自身初めて全試合にフルイニング出場し、いずれも自己最高の打率282、 25本塁打、83打点、27盗塁、オプス、854を記録し、リーグ連覇に大きく貢献した。西部と戦った、クライマックスシリーズファイナルステージでは、4番には、カブレラが座り松田は5番で出場、第2戦で決勝点となる、ソロ本塁打を打ったものの、前3戦で打った安打はこの本塁打1本だけで、13。 打席10打数1得点1安打1本塁打1打点2支球で打率100とレギュラーシーズンと比べると結果は良くなかったプロイリアと初の出場となる日本シリーズではカブレラの不振により第1戦第2戦では4番3塁手としてフル出場したもののこの2試合で2安打無打点1盗塁と4番としての役目は果たせなかった 国母と入れ替わる形で、第3戦で5番に打順が下がるとすぐに1安打1、打点と、以降第5戦までは5番、松中が、DH スタメン出場した第6戦、第7戦では6番で出場して、得点に絡む安打、儀打、盗塁及び、第5戦での押し出し支給での1打点などは出たものの、7戦通しての、成績は28打席25打数に得点に4安打。 二打点三盗塁一疑打一支球一支球5三振で打率162終わった。シーズンオフの12月1日に行われたプロ野球コンベンション2011においてゴールデングラブ賞を初受賞を果たした。2012年2012年は一時盗塁数がトップを記録するなど開幕から好調であったが5月から本塁打数と盗塁数が減少し徐々に失速。 それでも、中盤まで首位打者争いで上位につけるなど、高打率を維持し、7月20日から行われた、松田オールスターゲーム2012において、2年連続2回目のファン投票での選出となった。しかし8月1日の楽天戦で、美馬学部から支給を受け、右打4、中手骨骨折で、全治3ヶ月と診断される。骨折するまで9本類だ、56打点と、 好調だった。しかし、シーズン終盤の10月5日のオリックス戦から復帰した。シーズン通算では怪我もあって、95試合の出場、9本塁打に終わるも、打率は、規定打席未到達ながら3割、盗塁数は16個を記録した。オフの11月6日に、侍ジャパンマッチ2012、日本代表 VS キューバ代表の日本代表に選出された。 12月4日には、第3回ワールドベースボールクラシックの日本代表候補選手34人に選出されている。また2017年からは、背番号5から自身が侍ジャパン強化試合でつけており、かつ尊敬する元巨人、長島茂雄のつけていた3に変更する。2013年2月20日に、第3回 WBC 日本代表選手28人に選出された。 同大会では主に9番3塁手として活躍。打率3335打点を記録し、準決勝進出に貢献した。シーズンでは4月11日のオリックス戦ではサヨナラ本塁打を打った。シーズン序盤は打率が2割3部台まで下降するなど低調だったが、交流戦に入ると徐々に調子を上げ、チームの4番に定着。内川誠一。 長谷川優やらと強力なクリーンナップを形成し、6月13日の瀬・パ交流戦、タイヤクルト戦では、プロ初の1試合5安打を記録するなどチームの交流戦優勝の原動力となった。7月19日から行われた松田オールスターゲーム2013において、3年連続3回目のファン投票での選出となった。夏場以降は、甲府町の波が激しく、 柳田勇気が頭角を表したこともあり、6番を打つこともあったが、最終的にはフルイニング出場を果たし、2年ぶりの20本塁が打率。279、キャリアハイとなる90打点でシーズンを終えた。同年2年ぶり2度目のゴールデングラブ賞を受賞した。2014年シーズン最終戦にて、サヨナラヒットを打ちリーグ優勝を決める2014年から、 選手会長に就任。レギュラーシーズンでは5月13日のタイロッテ戦で和久井秀明から NPB 公式戦通算9万5000本目の本塁打を打った。またオールスターゲームのファン投票及び選手間投票ではパシフィックリーグの三塁手部門でいずれも1位を獲得している。しかし7月2日の対ロッテ戦試合前練習中にロックの打球が 右手人差し指を直撃。同日の試合には出場したが、翌3日に病院で診察を受け、右人差し指抹節骨骨折で全治に6週間を要することが判明した。結局、3日付で出場選手登録抹消。2012年10月5日、対オリックス戦からの公式戦、連続フルイニング出場記録が218試合で止まった。また、 7月4日には、球団を通じて、オールスターゲーム出場の辞退を届けで、結局、一軍復帰は8月26日の対、日本ハム戦まで持ち越された。復帰後は、9月10日の同カードで、大学の先輩にあたる木佐ヌ博から、球団通算8000号本塁打を記録。レギュラーシーズン最終戦であり、勝てば、リーグ優勝という状況であった10月2日の対、 オリックス戦では1対1で迎えた延長10回裏1四ま塁類の場面で非活用したかから左中間へサヨナラアンダを打ってチームのパシフィックリーグ優勝を決めた。このアンダはスカパーが選ぶドラマティックサヨナラ賞で同リーグの年間大賞に選ばれている。クライマックスシリーズ突破を経て臨んだ阪神タイガースとの日本シリーズでは第3戦まで不振に陥っていた。 しかし、10月29日の第4戦では、先制2点打、翌30日の第5戦ではチームをシリーズ制覇に導く敵時打を打っている。また、日本シリーズ後に開催された日米野球の日本代表に選出された。11月14日の第2戦では、MLB 選抜に選ばれていた元チームメイトの和田、武からチームの大会第1号本塁打を打った。 2015年はシーズン開幕前の2月16日にグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の日本代表に選出された3月10日の第1戦に6番サンルイシュで先発出場した3月11日の第2戦には代打で途中起用されルーク・ゾマーから三振しているレギュラーシーズンでは主に6番打者として シーズン序盤から好調を維持。6月9日のセパ交流戦、対阪神戦で公式戦、通算戦アンダを岩田実からの2点本塁打で記録。7月5日の対オリックス戦では公式戦では、自身初の1イニングに安打、同月12日の対ロッテ戦では公式戦、通算戦試合出場。8月11日の対オリックス戦では、金子千尋から公式戦。 通算150本塁打を達成。最終的にはいずれも自己最多となる35本塁打、94打点を記録し、加えて2年ぶりにオールスターゲームにも出場した。レギュラーシーズンの延長戦では、NPB 史上3人目となるシーズン3本のさよなら本塁打を記録している。チームの同リーグ連覇。 クライマックスシリーズ突破を経て臨んだ東京をヤクルトスワローズとの日本シリーズでは10月24日の第一戦で先制本塁打を記録。シリーズでは自身の初本塁打であった。本人曰くこのシーズンは自分にとってとても自信になったシーズンになったとのことである。オフの11月に開催された第一回 WBSC プレミア12の日本代表に 選出された。同大会では一時ラウンド第4戦アメリカ、合衆国戦で7回表に四万塁の打席で、万塁本塁打を記録し、チームの決勝トーナメント進出に貢献した。その一方で、6月17日に海外 FA 権を取得したことを受けて、プレミア12開催中の11月9日に、この権利の行使を宣言。 講師の選択肢を MLB 球団への移籍かソフトバンクへの残留に絞った上で MLB 球団から松田獲得のオファーが出された場合には同大会の終了後に交渉へ応じる意向を表明したソフトバンクでは球団史上初めて宣言後の残留を松田への特例として容認11月11日には NPB から 海外フリーエージェント宣言選手として公示された。公示後は MLB の複数球団が松田の獲得への興味を示し、特にサンディエゴパドレスとは具体的な交渉へと進めることができたが、三類以外に複数の守備位置を守るという球団からの条件提示に難色を示して破談に終わった。松田は王貞治ソフトバンク会長からの要請で残留を決断し、 12月24日の記者会見で残留を表明。その際、4年契約、総額16億円出来高の契約を結んだ。2016年は、シーズン開幕前の2月15日に、サムライジャパン強化試合日本 VS チャイニーズタイペイの日本代表に選出された。シーズンでは主に5番及び6番で出場したが、7月には1番打者を7試合、務めた機会があった。 7月15日から行われたマツダオールスターゲーム2016においてファン投票での選出で2年連続5回目の出場を果たす。全試合にスタメン出場したが打率25927本塁が85打点と前年より数字を落とした。特に8月10日の対オリックス戦ではあと1人の場面でダイソーを出されてこれにより 全試合フルイニング出場を惜しくも逃すこととなってしまった。クライマックスシリーズファイナルシリーズでチームは日本ハムに敗退したが、球団最多タイの3本塁打を記録した。オフの10月18日に侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ代表強化試合の日本代表に選出された。12月22日、契約公開に臨み、 複数年契約のため現状維持の4億円でサイン。同時に背番号を佐々木誠や松中信彦らが使用していた3に変更することが発表された。2017年はサムライジャパンの開幕戦から日本シリーズの最後まで全部で続けたいと思います。それができたら本当に最高の1年になりますねと位置づけてキャンプインした。 侍ジャパンの国母祐希監督は2017年の WBC でキャプテンは置かないとしているが、チームのまとめ役に松田を指名している。試合の方では本大会日本代表最終打者となった。WBC 終了後のレギュラーシーズンの開幕戦は7番で迎えた。しかし開幕から不審に苦しみ、シーズンの1号本塁打は4月30日の対 オリックス戦まで待つことになった。6月27日の対日本ハム戦では、史上101人目となる205本塁打を達成。同打席では、左翼、ポールキワへの打球で、ビデオ判定が行われたもののファールとなり、その直後の投球で、同記録を達成。6月26日、マイナビオールスターゲーム2017にファン投票で、選出され、 2015年から連続で3度目の出場を果たす。9月8日のタイロって戦をおいて2点本塁打を打ち、上島健治に並ぶ、球団歴代5位の通算211本塁打を記録する。このシーズンでは、6月に1番、4番での起用があったり、7月下旬からは内川誠一の不勝離脱の影響もあって、16試合連続で3番に、 起用され続けたりで1番から7番のうち2番を除く全打順で起用されたが8月中旬からは6番での起用に落ち着いた最終的には全試合スタメン出場を達成し打率26424本塁が71打点の成績でチームの2年ぶりのリーグ優勝に貢献した楽天とのクライマックスシリーズでは10月22日の 第5戦に2点本塁打を打つなど活躍し、日本シリーズに進出する。横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズでは、11月4日の第6戦で、先制ソロ本塁打を打ち、2年ぶりのチームの日本一奪還に貢献した。シーズンオフの11月9日、5年連続5度目のゴールデングラブ賞を受賞する。12月4日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で、 契約公開交渉に臨み、4年契約の3年目となる来シーズンを現状維持の4億円プラス歴高でサインした。2018年はシーズン途中に阪神タイガースから松田両馬がトレードで加入したため、スコアボード上の表記が松田戦に変更されたが、本人の希望で8月3日の対オリックス戦から従来のものに戻った。6月1日、 打撃不振を理由に4年ぶりにスタメン落ちする。工藤監督就任以降では初で、怪我以外での理由によるスタメン落ちは2009年以来だった。7月13日から行われたマイナビオールスターゲーム2018において、ファン投票と選手間投票でも得票し、4年連続7回目の出場を果たす。シーズン後半になると徐々に調子を上げ、 3年ぶりに30本塁打をクリアしたものの打率は前半の不振も響き規定打席に到達したシーズンで初めて2割5分を下回った11月26日6年連続7度目のゴールデングラブ賞トップロ13年目で自身初となるベストナインを受賞した12月18日福岡や福岡ドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み 4年契約の4年目となる来シーズンを現状維持の4億円プラス歴高でサインした。また翌年から背番号を3から2016年までつけていた後に変更することも発表された。2019年は開幕戦で通算1500本安打を本塁打で達成する。また4月5日に行われた第1バロッテ戦において1500試合出場を達成する。 5月3日の対東北楽天戦において、史上63人目となる255本塁打を記録。聖波交流戦では、全18試合中15試合でアンダーを打ち、打率348、23アンダー、7本塁打の成績で交流戦 MVP を獲得する。7月12日から行われた、マイナビオールスターゲーム2019において、 ファン投票と選手間投票でも得票し、5年連続8回目の出場を果たす。日本シリーズでは4試合で打率、333、1本塁打、3打点の活躍で、チームは読売ジャイアンツに4戦全勝し、日本一となる。自身も、その活躍により、日本シリーズ優秀選手賞を受賞した。これによりセリーグ全球団制覇を達成した。 シーズンオフの11月に開催された第2回 WBSC プレミア12の日本代表に選出された。11月26日に行われた NPB アワーズ2019において7年連続8度目のゴールデングラブ賞を受賞した。2020年1月23日に契約公開交渉し2年9億円で更新した。 新型コロナウイルス感染症の流行のため、無観客で開幕を迎えた、このシーズン、不審に陥り一時は打率、162、本類打例の成績だったが、有観客となった初めての試合の初打席で、シーズン初本類打を打った。しかし、その後も、打撃不審が続き、打率、オプスは共に、パリーグ規定打席到達者の再開に沈み、9月10日の、 楽天戦では2試合続けてスタメンを外れ、さらに試合終了まで出場機会がなかったため、2014年8月26日から続いていた連続試合出場が815試合で止まった。千葉ロッテと対戦した2020パーソルクライマックスシリーズパでは、2戦目に中村明に続いて2者連続本塁打を打ち、チームの日本シリーズ進出に貢献した。 読売ジャイアンツとの日本シリーズでは4試合で打率133と振るわなかったが第3戦のマットムーアのノーヒットピッチを助ける攻守で貢献した2021年は初アンダが開幕4試合目と出遅れたが4月後半にはパリーグ規定打席到達者の打率充血に向かおうを出すほど調子を上げた6月10日の対広島東洋カープ3回戦に3類種で 先発出場。これが1775試合目の出場となり、パリーグ新記録を樹立。走行種べてにおいて、スピード感あるプレーが持ち味で、強権を生かしたスローイングと三拍子揃ったプレーが魅力。球界を代表する三塁手の一人であり、三塁手として、史上最多の通算8度のゴールデングラブ賞を受賞している。同チームの今宮健太、長谷川祐也、 赤石武と並び、史上4名の出場した日本シリーズで相手リーグの全球団に勝利し、日本一になったことがある選手である。松田の打撃フォームフルスイングを心情としており、打撃面での数値的特徴も、この打撃スタイルの影響が少なからず反映されている。強靭なリストを生かした長打力を持ち味とし、かつてはリストの強さが諸刃の剣となり、 安定感に欠けていたが、打撃コーチの立花義家から指導を受け、さらにリストの強さを活かした体の近くでボールを捉える打撃が2011年から2012年に導入されていた飛ばないボールに合い、多くの選手の本塁打数が減少した中、2011年には25本塁打を記録した。本人はボールを前で捉えて手をぎゅんと押し出すという、この打撃を、金体金の名前をもじった。 前手ギュン打法と呼んでいる。打席で2ストライクに追い込まれるまでは小指がグリップエンドに触れる位置でバットを握り、追い込まれてからは指2本分短く持ち直してミートを重視する打撃にも2011年から取り組んでいる。2012年には激減した三振の数が示すように打撃ではしぶとさと確実性が増した。一方で2009年には打率。 185を記録するなど内角に弱い。2014年まではライナー性の打球を持ち味としていたが、2015年には福岡ドームにホームランテラスが新設されたことで、常に外野フライを打つイメージとテラス対策に取り組んだ。自身初のシーズン30本塁打に到達し、最終的に35本塁打を打ったが、うち12本がテラスへの本塁打だった。 埼玉西武ライオンズの戸亀県を得意としており、通算打率は2018年5月9日時点で打率618、7本塁打。特に2018年は開幕から3戦連続で本塁打を打った。50メートル走のタイムは6.1秒、遠投は110メートルを記録する高い身体能力を持つ。特に三塁到達までは11.59秒度。 トップスピードが速く、2008年には両リーグトップの三塁打を記録している。守備では主に三塁手として起用されるが、一塁手で起用されたこともあり、2010年には左翼手についたことがある。三塁守備では2008年には17失速を記録するなど不安定さが目立っていたが、バントの処理を向上させた2010年以降には安定して、 得点換算とザーで平均を上回る数値を残している。三塁線の打球を例え倒れ込んで補給しても、起き上がってから十分にアウトにできる方の強さが最大の武器。当初は守備に不安があったが、打球の予測や飛んでくる前の準備などの大事さを教わり、練習では取れない打球が試合で取れるようになったと、内野守備走塁コーチの鳥越祐介に感謝していた。 前日の通り、2019年シーズン終了時点で三塁手として、通算8回のゴールデングラブ賞を受賞している。これは、中村のりの7回を上回り、三塁手史上、単独最多である。また、遊撃手の今宮健太と同時に2013年から5年連続で、同賞を受賞したが、同一チームの三遊間のコンビが5年連続で、 同時受賞したのは両オリーグ初である。ネクストサークルで素振りをした後、右足で片足飛びを数回行うことをルーティンとし、あれが僕の調子のバロメーターなんですよ。上半身と下半身、そして体の左右のバランスがバッチリな時は、ケンケンが決まるんです。体のバランスが悪い時はうまく力を逃がしてやれず、ケンケンができない。下半身が、 ぐちゃっと崩れてしまう感覚になるんですという。愛称は、マッチ、瞬きマッチ。また、2015年シーズン以後は、熱男が、松田の愛称の一つとして呼ばれるようになった。大学時代は最上級生になるまで、誰より先に日課をこなして、グラウンド整備も最後まで残り、活動停止期間も早朝練習を一日ちも、欠かさなかったことなどから、 アジア大学の桑原勤部長は背中で周りを引っ張るタイプ。今の時代、口だけの人が多いが、松田は率先して自分から行動を起こす。とリーダーシップを評価していた。2006年2月当時の小川和夫スカウト部長は他人に言われなくても自分を追い込んで練習できる。と述べた。2015年までのチームメイトであった松中信彦とは、 家に招かれ会食するなど抗意のあいながらで、例年オフにグアムで行う自主トレにもよく帯同している。松中の引退後は、古沢翔吾、宮崎祐希と共にシーズンオフのグアムでの自主トレに取り組んでいるとのことである。MLB 球団への移籍については、2012年のシーズン終了後に日本人プレイヤーの待遇も変わった。 自分の評価を下げてまで行こうとは思わない。世界とは WBC でも戦えると述べていた。2015年に海外 FA 権の行使を宣言した際には、ソフトバンク球団を通じて短い野球人生、悔いのない決断をするために自分の評価が効きたいとの思いから、あえて海外 FA 権を行使しようと決意した。メジャーでのプレーの可能性があるのかを探ってみたいという。 コメントを出している。2011年の終盤からヒーローインタビューを1、2、3、マッチという掛け声で締めることが恒例となっている。2016年5月29日、QVC マリンフィールドにて熱男のパフォーマンス2015年と2016年は本塁打を打つたびに当時のスローガンであった熱男ポーズを披露することが恒例だった。 当初は熱男ポーズを披露しなかったが、徐々に形成されていった。2017年はスローガンがワンダホーに変更されたことに伴い、ワンダホーポーズに変更することとなったが、このポーズを披露したのは一回限りで、2号本塁打を打って以降はこれまで通りの熱男ポーズに戻した。2020年シーズンは、 新型コロナウイルス感染拡大の世相を鑑み、手を洗う動作を行った後に、囁き声での熱男、というパフォーマンスに変更している。本人曰く、全試合フルイニング出場に強いこだわりがあるとの、ことで、僕の究極の目標であり続けていると述べている。理由として、打って走れて守れる選手の証明であるからとのことで、ある。そのため、 2016年シーズンにおいて、あと1球でダイソーを出されて、フルイニング出場を逃したことは、とても悔しかったとのことである。2016年のシーズンオフに、背番号を5から3へと変更したが、本人曰く、下記のことを理由として述べている。戦術のように、2016年シーズン以後、 熱男が自身の愛称の一つとして呼ばれるようになっているが、本人曰く熱男という愛称で呼んでもらうこと、あるいはそのように認識していただけることがとても嬉しい。自分の中では野球選手をしていく上で本当にいい言葉をもらったと思っていて、本当に気に入っているんですよ。熱い気持ちで野球ができなくなったら、ユニフォームを脱がないといけないな、と思っているんで。これを 周りが評価してくれているから、松田信弘って選手がいると述べており、熱男という愛称がとても気に入っているとのことである。現在の登場曲過去の登場曲 CM 広告。ありがとうございます。